皆さんこんにちは。こんにちは。ウーアチャンネルのドラえもんです。ということで、よろしくお願いします。お願いします。ついになっちゃいましたね。お約束通り。すんごいよね、ドラえもん感が。青がすご。でもね、今回そんなことより気になるもの見つけたんだよ。え？ツイッターで、はい、僕のことフォローしてくれた方の中に、はい、ミニ四駆、福箱戦火四駆屋っていう方がいらっしゃるんですよ。ミニ四駆は福箱ショップって見たことある？オリジナルボックス、遊戯王でいうオリパみたいな。あんまりないったことないです。ただその正月とかに、はい、あの福袋っていうのは知ってるんですけど、あー年末とかにね。そう、はい、別になんかね、お祭りごとでもなんでもないのに福箱を売ってる人がいるんですよ。普通気になるでしょ。これ気になるな。気になるんで僕はここ入ってみたの。はい、入ってみたら、あのミニ四駆オリジナル福袋ハイアンドロー、またはミニ四駆オリジナル福箱チャレンジ。これはね、ハイアンドローが1つ1000円、はい、でチャレンジが1つ500円。で怖すぎるんで今回ね、500円をちょっとね、ハイアンドローは、ハイアンドローはちょっと怖いんで、あのチャレンジの方ですね、チャレンジの方、500円を5つ買ってみました。で、アドが取れるのかどうかね、結局、はいはいはい、結局500円、1つ500円よりもいいものが来るのかどうかなんですけれども、そうですね、あのこの中をこう見てみると、大当たりだとサンダーショットのカーボンパターンボディとバンキッシュのポリカとかが500円の手に入る。おお、本当にって感じじゃん。それ結構なアドですよ。そう、結構取れたら4倍ぐらいのアド、4倍取れる、4倍以上のアドですよね。で、外れでも200円から2000円のパーツ入ってるらしい。2000円、外れで2000円入ってたらもう相当得なんですけど、まあ、200円からの幅があるんで、はい、まあ、200円もあるということですね、はい、じゃあ今回だからそれを5ボックス、5ボックスって言ったらいいのかな、5箱かな、うん、あのボックスって書いてあったのは袋なんですよ。袋やん、5袋来てる。福箱じゃないやん、5袋。あ、一応見て、これブレーキテープになってる。タミヤテープ、タミヤテープ凝ってるね。ここら辺タミヤ使ってますね。あ、でもミニ四駆のオリパみたいに、あ、でかそれ、これなんかでかいね。うわ、そう、普通に出してめちゃめちゃでかいこれ。これは普通か、これちっちゃい、これちっちゃいぞ、気づいたかな、ちっちゃい、これちっちゃいぞ。いや、ちょっと待って、そういうのやめようよ。そういうのやめようよ、なんかクリスマスなんか嫌じゃん、なんかこれ当たりか、これ外れかとか思いながら、これイオンちっちゃくね、ちっちゃいね。え、めちゃめちゃちっちゃい、これサイズに差があります。サイズに差がある、はい、で、一番ちっちゃいのがいってみる。なんか、でかいのってさ、あんま安いもんなくない？ミニオン、いや、でも、そっか、これ今ちょっと俺の心の中でよし、カーボンパターン来たなって思ったんだけど、別にこれあれだよね、アバンテのボディとかでもいいわけだよね。でかいやつね。そう、アバンテのボディとかこれに入れて、うわ当たったって思わせるのもあるんだけど。そうか、アバンテのボディとか来ると、まあ大体安いですから。安いですね、負けちゃう系か。負けちゃう、うわー嫌だな、まあ、とりあえず一番ちっちゃいのがいい。一番ちっちゃいのから開けてみましょう。1パック500円だね。はい、じゃあ開けていきます。はい、うわうわ、見せないぞ。うわ、ぐるぐるぐる、なんだ、パッパカパッパッパーパッパー、モーターやね、モーターやね、めちゃめちゃ高いやん、500円、500円のモーター出た。ジャパンカップ2017の両軸モーター。まあまあ、許せる、モーターだもんね、モーターなんで、モーター使うから、まあ許せる、とりあえずモーター1個ね。はい、じゃあ次、ペコさん好きなの、これじゃあどうしようかな、でかいのだけ最後に、これにします。それ OK、 これ、ちぎっていいのかな、うわ、あと取れるかな、これ何が入ってる、これでも全部こんな感じのやったら、あと取れない、いきますよ、おー、あ、まあ、420円の、MS のモーターカバー、ギアカバーか、あ、それステーション限定のやつだ、強化ギアカバー出ました、420円、まだ入ってるぞ、え、まだ入ってるの、あれ420円入ってる、え、1個しかない、全然なんかそんなに気配ない、あ、うわ、うわ、あ、マスダン、うわ、シルバー、シルバーマスダン出ました、160円、うわ、あ、あ、
あ、どうだ、420円で1000円分約。あ、すごい、500円で1000円分出た。あ、1000円分出るんだ。うわ、それでも乗ってないよね、当たりの中に。乗ってない。ってことはその外れの中の1000円分を引いたって感じか。もう2倍です。じゃあ次、こぶってみます。あ、はい、これは同じ大きさか。あとはふざけるなよなんで俺にこのモーターばっかりえ、なんで封筒でかいの封筒でかいのえ、絶対これ適当だよ、封筒。適当か。なんでそのこのサイズ違いを使ったんですかね、あのミニ四駆、ミニ四駆、四駆屋さん教えてください。なぜ封筒の大きさを変えてきたんですか一緒なのに、なんか見えへん。じゃあ、でかいのは最後に残す。でかいのは最後。これを開けてみましょう。お、入ってるぞ、なんか。なんだ、はい、お、お、それ、いいじゃん、500円ではないよね。これは、それはスーパーハード。スーパーハードとホイールのセット。あ、いいじゃん。おぉ、うわ、スーパーハードってめっちゃいいやん。35周年のスーパーハード。うわうわ、結構いいな。結構いいかも。なんか嬉しいな。使える、めっちゃ。まあでもとりあえず今ここまでで2000円を使ったことになるんですけれども、まあ大体これで、これで800円の、これ700円ぐらいしますよね。700円します。1500円、2500円、あれ2300円、あ、500円プラス500円買ってるの、すごい。うわ、いや、これでやられるかもしれません。やられるってどういうことだ、減るってどういうことだ。だって2500円使って2500円の商品来てるのに、これでやられるって意味が。これでやられるかもしれない。これでやられてどうすんの。デカさに惑わされてはいけない。請求書かなんか入ってる。請求書、最悪じゃん。うわ、これなんだと思う。まあ、これなんだろう。当たりだったらいいな。当たりだったらちょうどだな、これ。うわ、じゃあ行きます。当てますからね。当たりだったらいいですよ。いや、500円じゃないですよ。トントンなんですよ。あ、トントン、うん、あの、5個分とか。あ、5個分か。これがここでプラスになるか。いくよ、せーの、ドン。え、なにそれ。ボディ、おぉ、バンキッシュ。うわ、バンキッシュ。5個1000円ぐらいするやつや。うわ、おむく入ってる。え、まさか。うわバルボン出た。出た。うん、写真のセットだ。大当たり、大当たりの。うわ、バンキッシュクリアボディとカーボンのボディ入れたよ。これでいくらだ。え、これ全部やると5000円分ぐらい。マジで。メーカリで見ると2倍。2倍あるの。やっぱすっげえ。2500円で、まあこれいるかどうかはまた別だよね。まあ本当にこの2500円出して俺が欲しいのかって言われると、まあちょっと、まあ感じのところはあるけど、まあでも、ね、まあでもここは2500円出して買うならまあこれかなって感じ。これこれだったら、うん、であとこうおまけでもらえるんだから、モーターラッキー、モータータイヤラッキーマスダも、マスダも俺いっぱい持ってるから嬉しいけど、まあ MS の人もこれ嬉しいと。これ嬉しいね。これ使える。これねばっかりだな。うん、じゃあこれはあのこれはまあ大会で使うとして、俺たちがはい、これはね、大事。今から始まる何、来週始まる、今週始まる何、今週始まる、ジャパンカップ、ジャパンカップ大会サンが始まりますよ。ですよね。はい、プレゼントするしかないでしょ。うわ、スーパーハード、スーパーハードいるでしょ。いる、だって持ってないや人いるでしょ。あー、結構高いんで競争率が激しいだから俺定価で買ったこと1回しかないもん。だってスーパーハード、あー結構定価で購入できたことが、売ってないんですよね。売ってないね。ということで、はい、35周年の、スーパーハード、はい、プレゼントいたします。イエーイ。勝手に考えたけど大丈夫？いいよね。アド取ったし。アド取ったからいいよね。俺たちはもうアド取ってるから。これは君たちへのプレゼントだ。で、プレゼントのね、はい、応募方法は、下の方に出しておきますので、はい、そちらの方からご確認の上、ご応募ください。お願いします。でね、次あたりからね、まあちょっと質問欄、コメント欄にもあった、はい、AT バンパーなど、あ、これのね、バンパーの詳しい組み付け方っていうのをね、紹介したいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。